おい、姉ちゃん。いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。何すか？それ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。
若、若、若、はい、行くぞ。わか。いらっしゃいませ。こんばんは、マサトさん。なあ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと、わか、速攻話つけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。おう。はい。おい。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。はあ？
なんだと？話にならん。なんだとこれ、分かるように話せってんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すんません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない？ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢乃さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢乃さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。まいいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや、初めて。で、夢乃さん、プレゼント何だったんですか？何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも、俺、こういうの慣れてねえっていうか、その…早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけ分かんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。
それ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、こら、一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだこいつは。いや、あ、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ、さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。いいからすんの？マンション一個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ、飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも、私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。怖い？そんなもの、もらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃ、せいぜい巻き上げてやれ。わかった、じゃあ後で。バカ！いつからそこに？
若。ああ、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血腹時にでも使え。